Yay!街の入り口か。あとは支部に続く道しかないし。さすがにそれはないんじゃな。あらあら。ど。ああ。探した。そうじゃなくて。風車の点検が終わったから。 そうでしたか。それはデスノで支部エスカの様子を伺い。<笑>そうでしたか。二人とも。申し遅れました。クローネ、失礼ですが。初めまして、ロジーです。今日から開発班で。あらあら、エスカはあまり世間を知らない子です。いえ。 もう、それで風車かろうじて動きますけど、やっぱり。なるほど。それがエスカたちの。え、こちらの話です。まるでエスカのお母さんみ。<笑>え、エスカは小さい頃に、それで そのお母さん。そうなのか。いえいえ。それ。ああ、クローネさんにも。うん、わかったよ。今は用事がありますし。ああ。 あら、はい。おかげで町の地。そう、それは良かったわ。もう限界近いし、とはいえそこまで難しくもないですし。そうね。じゃあ、そうだ、時間もあるし確認してもらえるかしら、その間にアウィン君。そっか、確かにアトリエは気になるな。 なかったから急いで空き部屋を改装したのよ。錬金術。お、開いた開いた。わかりました。わあ。そうだな。
ソファーもあるし。錬金釜？今時そんなって。アトリエなんだからあるに決まってるじゃないですか。こんな古い手法がまだ使われていたのか。そうだけど、なんて説明したらいいかな。そうなんですか。普通はそれぞれ専用の機材を使うんだよ。じゃあロジーさん。すぐには使えそうにない。困ったな。そんな、こうなったら仕方ないですね。いや、せっかく二人いるんだ。でも悪い、俺もこれの使い方を勉強するから。その代わり俺の知っている範囲になるけど。あ、それじゃどんなものが作れるかとか。そうだな、とりあえず調合。はい、二人で協力。設備に文句を言っても仕方ないしな。そうだな、変に意識してても。こちらこそ、調合に関しては任せっぱなしになると思う。はい。あ、よろしくな。これからアトリエでの。お、来たわ。はい。けど、実は一つ。というわけなんで。ごめんなさい、錬金術って釜一つで何でもできるものだと思ってたから。そっか、よく知らなかったけど。中央で。どうしたらいいでしょう。俺も可能な限りフォローしますけど。仕方ないわ、エスカちゃんが大変かもしれないけど。すみません。いいえ、こうなったのも手配をミスした私の責任よ。大丈夫ですよ、せっかく。錬金釜用のレシピも考えないとな。それじゃあ気を取り直して、ここからは仕事だから。はい。開発班では4月、8月、12月の頭に。うちではその期間の間に大きな課題と小さな課題です。もちろん大きな課題の達成が先決ね。そんな課題を私が立てていくから、他の課題もできる範囲で達成してくれれば開発。つまり最優先は大きな課題の達成で。その通り。質問です。開発班で使える共有のお金ね。仕事をしている間に細かいお金は貯まって、調査の準備にもお金がかかるでしょうし。ということは考えなしに使い込んだら。計画的に使わないと。途中で置く。そういうこと。活動費は課題をどんどん達成していけば、開発班の一員としてが。はい。最低限大きな質問はもういいかしら。
これが…ええ、どうも風車のパーツが劣化して、つまり、俺たちが錬金術で風…そうね、最初は簡単なものから腕試し、クローネには課題を達成したら、ちゃんと私に報告し、目的を達成したら…さてと…大丈夫だよ。それと今回の大きなこれぐらいの仕事もできないようなら残念だけど、ま、別に踊るよろしい。じゃあよろしく頼むわよ。よーし。ああ、でもその前にどうやって作るのかも。あ、ちょっと待って。これから錬金術を使っていろんな活動をするでしょうけど、まずは子宮班への申請。子宮班？総務オフィスに行けば入り口にいる子が詳しく、出かける前に必ず総務…は、はい。わ、ソウル、仕事終わった。給料くれ。くれ。はいはい、わかりましたよ。約束だぞ、キラキラだ。へえ、ホムンクルスも前のところでは一緒じゃなかったんですか？なんというか、話しづらいというか、とにかく行くぞ。ロジーさん、すみません。ああ、開発班の錬金。ソウルです。書類審査。子宮班。はあ、困り。まあ、お二人は錬金術師というす。さて、支部ではその一環としてホムンクル…そんな制度があるな。知っての通り、特に高い複製技術を持っているため、仕事として依頼する種類にもよりますが、道具を渡せば。ホムンクルスさんって今まで知らなかったんですか？そんなホムンクルスたちの協力を得る。分かりやすく言えば、あなた方が錬金、つまり活動で使った道具を申請すれば。はあ、理屈の上ではそうなりますが、それにホムンクルスにも作れないものは多いです。基本的には調査で使用する消耗。そっか、じゃあ勝手に道具増やすことも不可能ではないですが、それは通常の支給。あと現状の開発班では。そうなんです。評価が低いからですよ。決まっているでしょ。逆に評価さえ上がれば、こちらも調査がしやすくなるのも。理解が早くて助かります。以前に開発班が申請していた道具が。調査に出かける暇がないほど彼らの人手不足は深刻。これだけで調査に行くのか。でしたらご自分で道具を作っ。あ、そっか。じゃあ一度アトリエに戻るか。エスカの調よし、なんとか薬を作れる。手じゃあこれでお薬を。
材料何にしよう。これでいいかな。よーし、始めよう。うん、いい感じ。それじゃ仕上げに入るよ。やったー、できたー。レベルアップ、できっ、お薬だけは自信がある。いや、これはちょっ、そんなに難しそうですか。それ以上にこの作り方だと思って、いや、そういうのじゃないんだ。機材どうやったらもっと効率的にできるかな。はい、とにかくこれで薬の、今はこれしかないけど、もっといいものができたらそれをし、そうですね。やあ、風車のパーツを作るのに、ああどうだい。作るのは難しくなさそうだけど。じゃあ町の外に採取し、ああそうか、忘れてたよ。むしろ採取にも行かないなんて同じ錬金術師でも、あれ、2人の研修係が優先だよ。新人をいきなり、言われてみれば確か、気にしない気にしない、俺も開発班の仕事には興味があったし。そんな適当でいいのか平気さ。お兄ちゃんも来てくれるなら頼む。じゃあまずは近くの森に行ってみようか。うん、行き先は近くの森だね。よっ、それじゃそこから行き先を決めるか。いいんじゃないかな、俺が口を出すより。それでもですよ仲良くできるのはいいんだけど。もうそんなに難しい顔しながら、せっかくなんだし。前向き。ほらほら、二人とも。あ、そうだよね。それじゃ行き先を再確認しよっか。これからはみんなで出かけることになるし、行ったこともな。
ここまで来るなんて。危ないのは本当だよ。そういえば調査ロジーはほとんどないな。中央じゃアトリエにずっと全くないよりは平気だよ。俺がいろいろとアドバイスするから。そうだな。大丈夫。いざとなったら俺たちには道具があるだろ。あ、そっか。使った分は補充されるみたいだし。とはいえ町に戻らないと支給が受けられないからな。よ、何か見つかるかな。なんだかワクワクしてきちゃったよ。えい、先手を取った。行くぞ。これでしばらくは安心かな。